こんにちは皆さん中山茂樹です現在台湾に住んでいます、えー、台湾での生活はまあ少しずつ日々変わっていってます、えー、最近は学校の方ではーサーモグラフィーでの検査があったり学校の入るときに学校の ID カードがないとその学籍番号がないとそもそも学校校内に入れなくなって でその時に体温検査をされその時に、えー、37.5度以上ある人は学校にまず進入できないとそして次は体育館とジムが、えー、閉鎖になる授業と、えー、部活の人のみの利用になるまあでもそれも多分段階,段階を踏んでそれも利用不可能になっていくのではないかとあとは海外の、えー、台湾からの交換留学で海外に行ってる学生の帰国 も進んでますそして今日聞いた話だと日本の大学から来ている学生交換留学で来ている学生も、えー、今帰国する準備をしているということで大学自体の、えー、動きもどんどん日々日々変わりつつありますで学校の授業が始まる時には QR コードを撮影してそこで学籍番号を入れて、えー、何時に誰がどこの教室にいるかなどを特定できるようにしています そして今日は LINE のラインビデオラインライブというのを使って授業を先生がそのスマホで撮影しながらオンラインで するというテストをししてました本当に実装するかわからないんですけどそれだとまあ家にいてそのスマホの LINELIVE というのをクリックすると先生の講義がそこで見れるということで、まあ、実質先生の顔を直接見なくてもその LINE 講義で十分といえば十分なのでただまあ問題としてはそれで集中できるのかというその家に1人でいて LINE ライブでずっと出中できるのかって問題あると思いますが、まあ、そういう感じですそして日本への今、えー、投稿は大あのできるはできるんですけど日本から帰ってくる場合はこちらで十四日間の隔離がありますであのタレントさんで有名な方の、えー サイユンジャパンっていうチャンネルの中で、まあ一度僕も二度ぐらいかな、コラボしたことあるマナさんという方は今隔離中ということで、大変な状況なんだなっていうのが思いました。なのでまあ僕も今台湾から出れないので、台湾から出て、日本からまた戻ってくるってことは実質できなくなっているので、まあちょっと心細いといえば心細いです。まあでも、なんだろうな。 正直言うと今台湾の方が日本より安心な気が僕はしています。えー、台湾、えー、今回日本のその東京が明日、明後日、不要不急の外出を控えること、外出制限をかけたという、あと大阪もかなえー、まあ日本の二大大都市がかけて、それでやっぱりこのパンデミックを食い止めようとしていると思うんですけれども、それになんだろうな。 本当にみんな従うのかなっていうところの不安と、あと、なんか見てると、その時期に実家に帰ろうみたいな、いや、なんかそれしちゃダメだろうっていう、そこでみんなが食いとどまってふん、えー、踏みとどまって家にいることが大事で、そうじゃないともっと広がっていくし、何のためのその、 都とか府の指令だっていう感じでもうちょっとこう緊張感を持たないと大変なことになるなっていうのはすごい感じます。まあ、日本はそれこそ新幹線が通ってるのでどこにでも移動はできるじゃないですかそのなんだろう青森から鹿児島もんあれか北海道から鹿児島までつながってるのでだからまあ新幹線を止めるってのはさすがにできないと思うんですけどなんだろう本当に必要じゃない限り新幹線に乗らないとかあとは何だろうな まあ外に出ない、うん、それを徹底しないと本当に大変なことになるなと思いますまああの台湾の友達とかも日本に住んでる友達が本当に怖いということで早く帰りたいというでもまあ仕事とかで帰れないという友達もいたり何人か交換留学で日本にいてた早稲田とかにいてた子は帰ってきてるということでまああのその子にもちょっと日本の様子を 聞けたらなっっていいうのはちょっと思いますでも本当になんかどうなっていくんだろうって不安はみんなあると思うんですけどできることやっていきましょうそれでは。